デレック・フィッシャーはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。アーカンソー州リトルロック出身。ポジションはポイントガード。185センチメートル95キログラム。現在はワンバのロサンゼルス・スパークスの HC をしている。第13代 NBA 選手会会長。現役時代は主にロサンゼルスレイカーズなどで活躍し、NBA ファイナルで5回優勝し、 プレイオフ通算161勝は歴代1位。デレック・フィッシャーと表記されることもある。アーカンソー大学リトルロック校でプレイした後、1996年の NBA ドラフトでロサンゼルスレーカーズから1巡目24位指名を受けて NBA 入り。新人時代の1試合平均出場時間は11.5分に止まり。 平均得点はわずか3.9得点に終わり、移行数シーズンは控え選手としての生活が続いた。その間チームは大黒柱のシャキール・オニールに加え、コービー・ブライアントを獲得、名称フィル、ジャクソンの将兵を経て、リーグ屈指の強豪となり、2000年には優勝を果たした。翌2000から2001シーズン、フィッシャーは、 右足の骨折で開幕から60ゲームを欠場してしまうがシーズン終盤に復帰すると残り20ゲーム全てで先発に起用されプレイオフでは1試合平均13.4得点を上げてチームの連覇に貢献した。翌2001から2002シーズンにはチーム3番目となる平均11.2得点3ポイントシュート成功率は4割を超えた。 チームは3連覇を達成し、フィッシャーはレイカーズ時代に計3つのチャンピオンリングを手に入れることになった。翌2002から2003シーズンのプレイオフはカンファレンスセミファイルでサンアントニオスパーズに敗れるが、フィッシャーはプレイオフ期間中フィールドゴール成功率で62%という高い数字を残していた。翌2003から2004シーズンにレイカーズはゲイリー・ペトンを獲得。 フィッシャーは大物ポイントガードに先発の座を譲った。プレーオフのカンファレンス準決勝では再びスパーズと対戦したがお互いに勝ずつした状況での第5戦においてフィッシャーのキャリアでのベストショットが生まれた。スパーズのエースティム・ダンカンに難しい体勢からのフェイダウェイショットを決められ残り0.4秒で73から72とリードをされた。レイカーズは 3度のタイムアウトの挟んだ後、ペイトンからのインバウンドパスで、ラストショットをフィッシャーに託した。わずか0.4秒の間にボールを受け、振り向きざまに、フィッシャーの手から放たれたボールは、試合終了のブザーと共に見事バスケットに収まり、フィッシャーはレイカーズに大逆転勝利をもたらした。その後レイカーズはファイナルまで進出するが、デトロイトピストンズに敗れた。このシーズンを最後に、 シャキール・オニール中心のレイカーズは解体され、フィッシャーはゴールデンステートウォーリアーズに移籍した。ウォーリアーズでは優勝経験を持つベテランとしての役割が求められたが、最初のシーズン中にチームはスターポイントガードのバロン・デイビスを獲得し、フィッシャーは彼のバックアップに回り、先発としては36試合に出場し、の平均13.3得点は自身最高であった。 ウォーリアーズでは2シーズンプレーした後、2006年にユタジャズに移籍した。11月にフィッシャーは NBA 選手会会長に就任。この年に変更された公式ボールに対し選手の間から不満が紛失した際には、ボールを以前のものに戻すよう協会に働きかけ、それに成功している。新天地のジャズでシューティングガードとしての起用が増えたフィッシャーは、 新進気鋭のポイントガードでロン・ウィリアムズと組み、チームの4年ぶりのプレイオフ進出に貢献した。チームは1回戦で、ヒューストン・ドケッツを破り、カンファレンスセミファイナルにまで駒を進めるが、しかしフィッシャーは、網膜目細胞死と診断された娘の手術に立ち会う、ためにチームを離れなければならない状況に追いやられた。フルスのウォーリアーズとの初戦を欠場したフィッシャーは、 ニューヨークで娘の手術の成功を確認した後、飛行機でソルトレークシティに向かい、すでに第2戦の前半を終えたエナジーソリューションズアリーナへと急いだ。フィッシャーを書いたジャズは、ウィリアムズとディーブラウンしかポイントガードを務められる選手がいなかったが、ウィリアムズはファウルトラブルに陥り、ブラウンはチームメートとの衝突で怪我を負い、すでにコートから去っていた。この非常事態の中、 場内にフィッシャーの到着が伝えられる。フィッシャーはアップもしないままユニフォームに着替えて会場に走った。観客が総立ちで迎える中、コートに立ったフィッシャーはいきなりにアシストで、チームの危機を救うとオーバータイムまでもつれた、試合終盤には貴重な3ポイントシュートとフリースロー二本を決め、チームは第二戦をものにした。フィッシャーが会場に現れた瞬間は、 この年のプレイオフでも最も印象深いシーンの一つとなった。第4戦、シリーズを決めた第6戦終盤でもフィッシャーは重要な得点を挙げ、チームを1998年以来のカンファレンスファイナルに導いた。シーズン終了後、フィッシャーは娘の治療を優先するためジャズに対談を申し入れ、ジャズもこれを受け入れた。フィッシャーは医療施設が充実している。 大都市でのプレイを求め、ロサンゼルスに本拠地を置くレイカーズに3年1400万ドルという契約内容で4シーズンぶりに復帰した。ちなみに、ジャズとの残り契約は3年2060万ドルだった。王朝チームが解体されて以降のレイカーズはコービー・ブライアントのワンマンチームとなってしまい、プレーオフでは苦戦を強いられていた。王朝時代の一員とはいえ、 中堅選手に過ぎないフィッシャーのレイカーズ復帰がチームの戦力を劇的に向上させるとは思われなかったがコービーの良きパートナーとして3ポイントは40%以上の高い成功率だった2007から08シーズンのレイカーズは開幕から好調な滑り出しを見せさらにシーズン中盤には優秀なビッグマンパウがソルの獲得でレイカーズの戦力は大幅に向上 一気に優勝候補へと返り咲き、プレーオフではファイナルまで勝ち進んだがセルティックスに敗れた。翌2008から09シーズンもレイカーズの快進撃は止まらず、レギュラーシーズンは65勝を挙げ、プレーオフも勝ち抜いて2年連続でファイナルに進出した。チームは会長ながら、フィッシャーはバックアップのジョーダン・ファーマーが故障に見舞われたこともあり、シーズンを通して疲労が見られ、 また年齢での衰えから特にディフェンスで若い選手相手に苦労する場面が見られた。フィッシャーは王座奪回を目指すレイカーズにおいて弱点になりかねないとまで言われたがファイナル第4戦ではそのフィッシャーが試合終盤に3点ビハインドの状況で残り4.6秒にネルソンの上から見事に 3P シュートを決めゲームをオーバータイムに持ち込みチームを 危機から救うとともに2004年の0.4秒ショットの再現を披露した。フィッシャーはオーバータイムでも残り31秒の重要な場面で 3P シュートを決めてチームを勝利に導きその勝負強さを思う存分発揮した。レイカーズはオーランドマジックを4勝1敗で破り優勝。フィッシャーは4つ目のチャンピオンリングを手に入れることになった。二千九から十シーズン。 全82試合に先発出場し、平均7.5得点、2.1リバウンド、2.5アシスト、1.10スティールを上げた。NBA ファイナルでは、ボストンセルティックスと対戦、第3戦では、第2戦で、ファイナル新記録となる3ポイントシュート8本を、成功させたレイアレンを、シュート13本中0本成功、2得点に抑え、決勝点となる。 レイアップシュートも決めて勝利に貢献した。ファイナル第7戦でも64から64と同点3ポイントシュートを決めるなど4勝3敗での優勝に貢献5個目のチャンピオンリングを手に入れた。2010から11シーズン全82試合に先発出場したが平均6.8得点と成績を落とし批判も浴びた。チームはプレーオフ回戦で ダラス・マーベリックスにスイープされて破れた。2011年 NBA オーナー側によるロックアウトが行われた際には NBA 選手協会会長として交渉を続けた。2011から12シーズン、レギュラーシーズンのレイカーズとマブスの試合では試合終了直前にブザービーターを決め、レイカーズが勝利した。2012年2月15日、 ドラフト1巡目指名権と共にジョーダンヒルとのトレードでヒューストン・ロケッツに移籍した。本人の意向により、その後一試合もプレーせずに3月19日にロケッツとの契約をバイアウトした。3月21日、ウェスタンカンファレンス首位を走るオクラホマ式サンダーと契約を結んだ。移籍後初のレイカーズホームの試合ではフィッシャーの過去の名場面が スクリーンに映し出され、ステープルズセンターの観客からは、スタンディングオベーションで迎えられた。プレーオフでは、スリーポイントやディフェンスで、チームのファイナル進出には貢献した。ファイナルでは、そこそこの活躍をするもヒートの前に敗れた。2012年11月29日、ダラスマーベリックスに移籍し、先発としてプレーしたが、わずか9試合のみに出場。 その後再びサンダーに移籍した、プレーオフでは11試合でプレー 47.、47.1%のスリーポイント成功率を残した。13、14シーズンの1月29日のヒート戦では5本中5本のスリーポイントを成功させた。2014年5月31日のプレーオフカンファレンスファイナル、スパーズとの第6戦では32分間プレー、チームは スパーズの前に敗れ、その試合がフィッシャーのラストゲームとなった。なおプレイオフでは、ほぼ40%のスリーポイント成功率を残した。2014年6月9日、かつて5度のチャンピオンに輝いたフィル・ジャクソンの招きで、ニューヨーク・ニックスのヘッドコーチとして、5年2500万ドルの契約を交わした。しかし、ヘッドコーチ1年目は、 チームにトライアングルオフェンスを植え付けることができず、2014から15シーズンは17勝65敗に終わり、15から16シーズンも振るわず、2016年2月8日に解任された。ありがとうございます。